ラジオネーム独立第8部隊入隊希望さんからいただきました。ありがとうございま す。大西沙織さん、あゆみさん、こんにちは。こんにちは。アルジェボルンのホームページ見ました。大西さん演じるジェイミーは技術者、あゆみさん演じるヒカルは整備兵ということですが、実際のお二人は機械とかって強いのですか？女性って機械とかは弱いようなイメージですが。あー、どう、うん、私でも割とそのスマホとかネットとかすごいいじるんだけど、その最低限のことしか知らないかも。あー、うん、そんな深く、そう、特別なことは知らない。コントロール C でコピーぐらい。あ、それはね、それはだって日常的に使うでしょ。そう、それぐらい。あー、うん、でも私なんだろう、弱くはないと思う。あ、本当？なんかわからない、例えばゲーム機とかも買ったりとか、うん、携帯とかも買ったりして、わ、うん、かんないことがあっても、うん、割と自分で頑張ってやってるとできちゃう、うん、あら、かもしれないですね。お強くらっしゃる。任せなさい。でもね、一応私情報処理検定2級持ってんの。情報処理検定って何ですか？よくわかんないんだけど、高校の授業で取ったの。嘘。だからなんか取ってんだけど、何の勉強するんですか？なんかね、パソコンで Excel とか使って計算とかしたり、はいはい、なんか打ち込んで、なんか足し算したりすんの。なんか例えばあの、私もその学校でパソコンの授業とかあった時に、うん、なんかすぐ記号とかやれば出てくるのを、うん、なんかカッコほにゃほにゃほにゃ、あ、それカッコでカッコにするみたいな。それカッコでカッコにするやつ。カッコでカッコにするやつ。わかる。なんかさ、そうそう、あのこのくの字のカッコの中にこうなんかいろいろ難しいドロロって打って、そうゆえにカッコみたいな。そうそれをやったの。あ、それ全然できなかったんですけど、あれの情報の授業を取ってて、うんうん、ね、だからその授業を受けてれば取れるみたいな資格を取った。なんか16進法とか32進法とかなんかありますよね。何それ？あるけどわからない。なんだっけ。何それ、知らないよ私。なんか情報の授業でやった。嘘。じゃあカッコ作りたかったらあいみに言いますね、うん、作ってって。多分ある程度のカッコはできるんじゃないかな。あ、やった、うん、まあ普通にカッコって打てばできる。